ーの渡辺でございます。本日はこちらのメルセデスベンツの C450AMG フォーマチック、こちらのステーションワゴンをご紹介したいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日は C450 フォーマチック、こちらのステーションワゴンになります。かなりホイールは、黒とシルバーのホイールで、ドアのモールなんかはブラック、そしてルーフもブラックになっておりますので、白と黒でかなり締まった、お車となっております。外観は基本的には C クラスのAMG ラインに準ずる外装ではあるんですけれども、こういったところがブラックアウトされているのが特徴となります。で、この車は C43 ではないので AMG のロゴはまだございません。ヘッドライトはこちらも、一目でメルセデスベンツと分かるようなかなり立体的な LED のヘッドライトが採用されております。ホイールはもう C43 なんかとも同じようなデザインのホイールが採用されております。こちらにはビターボフォーマチックのロゴがございます。ミラーはブラック塗装がされておりますので、こちらもかなりスポーティーに感じられる、ところなのかなと思います。このような感じですね。でこの車はですね C450 なんですが、C43 のロゴがついてございます。エンジンも基本的には同じものを載せておりますので、違いとしては、トランスミッションがこの車は7速の AT となります。C43 になりますと、9速のオートマチックが採用されるようになります。反対側には AMG と書いてございます。この車は電動テールゲートがついてございます。足で開けることもできますので、このように足をかざしてあげればこのように開けることができます。こんな感じですね。荷室は結構広々使えるんじゃないかなと思います。閉めるときもこのように足をやってあげればこのように閉めることができますので、大きな荷物で手が塞がっているときなんかでもかなり積み込みと積み下ろしかなりしやすいんじゃないかなと思います。こうやって見てもかなりやっぱりメルセデスのステーションワゴンはかっこいいデザインだなと思います。はい、それではエンジンルームを見ていきたいと思います。はい、こちらのエンジンは3リッターの V 型6気筒エンジンのツインターボを搭載したエンジンとなっております。最高出力は367馬力、最大トルクは520ニュートンを発生いたします。こちらを7速のオートマチックを返しまして、4輪を駆動いたします。フォーマチックでございます。かなり引き上がりが軽いエンジンで非常に軽快に走ってくれるお車となっております。ではインテリアを見ていきたいと思います。インテリアの感じもやはり C クラスのノーマルモデルの AMG ラインなんかとやはり似たデザインなのかなと思います。違いといたしましては唯一メーターパネルですね。メーターパネルのこの真ん中のところに、チェッカーフラッグじゃないですけれども、ちょっとドット柄の模様が入っているのが特徴となります。やっぱりこの辺のライトのデザインなんかはかなりおしゃれだなと思います。この車はサンルーフがついております。前後2つついておりますのでかなり開放感もあるのかなと思います。それではちょっとエンジンかけてみたいと思います。ちなみにスポーツプラスモードとコンフォートモードでエンジンをかけると音はそれぞれちょっと違った始動の仕方をいたします。またこの車はヘッドアップディスプレイがついておりますので、このようにヘッドアップディスプレイが表示されます。速度 とギアの位置でしたりとか回転数なんかがこちらに表示されます。かなりスポーティーでなおかつ見やすいので結構いいのかなと思います。はい、こちらは夜の C クラスの車内になります。このようにですねアンビエントライトがかなり美しく入っているお車となっております。こちらのアンビエントライトの色は3色から選ぶことができます。
こちらの車のマークを押していただきまして、車両設定等出てきますので、こちらをタッチします。するとアンビエントカラーというものがございますので、これを例えば白にすればこのように色が変わります。オレンジにすればこんな感じですね。色を変更することができます。かなり美しい光り方をしますので、上品な印象を持てるんじゃないかなと思います。はい、それではライト周り見ていきたいと思います。それではこのままマフラー音を聞いていきたいと思います。本日はメルセデスベンツの C450AMG に乗っております。こちらのお車はもともと今 C43 というモデルがあるんですけれども、その C43 になる前のモデルでございます。まあ、変更点といたしましては、今の C43 では9速の AT となっているんですけれども、こちらの C450 に関しては7速のオートマチックとなっております。まあ、ですので、まあギア比なんかがちょっと違うので、まあちょっと踏んでみた感じで印象が違うのかなと思います。まあ、こちらの方がかなりローギアード寄りのギア比となっております。まあ、今ちょっと広い道を走っているんですけれども、まあちょっとタイヤが薄いものを履いてますので、ちょっとタイヤの転がっている感じというのは車内に伝わりやすいのかなと思います。まあ、この車は左ハンドルの車にはなるんですけれども、まあ比較的車幅もつかみやすい車かなと思います。もうしばらく道を走ってしまえばすぐ慣れるぐらいの車幅となっておりますので、まあ左ハンドル初心者の方ですとか、まあ左ハンドルのメルセデスの車最近減ってきましたので、まあそんなお車を探している方には結構いいんじゃないかなと思います。じゃあ次に一段階上げてスポーツモードで走ってみたいと思います。そうですね、コンフォートモードと比べると少しシフトショックが出るようになりました。その分変速も少し速くなったような印象となります。じゃあまずスポーツモードで少し踏んでみたいと思います。まあ、スポーツモードですと、そうですね、音はそれなりに勇ましく入ってはくるんですけれども、変速のタイミングでそれほど大きい音っていうのは入ってこないですかね。結構 AMG のモデルですとマフラーから爆発したような音が出したりするんですけれども、スポーツモードではまだその音は聞こえないかなと思います。やっぱりメルセデスはこのコラムシフトが本当に運転しやすいなと思います。ハンドルから手を離さずに運転の操作を完結できるというのは非常に運転をしている上での疲労軽減にもつながるのかなと思います。まあ、ただ本来ウインカーですとかウォッシャー液操作するところにこのシフトレバーがあるので、まあ普段
違う車に乗り慣れている方ですと最初ちょっと戸惑ってしまうのかなと思います。まあ慣れればかなり運転しやすい車となっております。まあ今運転しているのがちょっと雨上がりでもありますので、まあそれなりに滑りやすい路面ではあると思うんですけれども、まあこちらのメルセデスベンツが誇るフォーマチックがどのような力を発揮するのか、これからスポーツプラスモードを入れて見ていきたいと思います。でもやっぱりこの車は四駆にしてはかなりハンドリングは、まあ、素直だなと思います。これスポーツプラスモードで少し踏んでみたいと思います。スポーツプラスモードを入れるとかなりアクセルレスポンスも上がりましたね。そしてこのようにアクセルオフをするとこのようにマフラーからの、エキゾーストもかなり迫力のあるものに、変わりました。非常に走っていて楽しいお車だと思います。先日あの GLE43 をご紹介したと思うんですが、GLE43 もかなり43シリーズの中では激しいマフラーを持ってましたが、かなりそれに近い音を持ってるなと思います。このようにかなり激しいマフラー音がいたします。結構やる気にさせてくれるなと思います。C43 と比べると3速あたりのギア比がちょっと違うのかなと思います。かなりやっぱりローギアード寄りのセッティングになってますので、まあ、これはこれでかなり味があって楽しいなと思います。かなりエンジン音も勇ましい音なので非常に走っていて楽しいお車となっております。やっぱりさすがはフォーマチックだなと思うのが、まあ、今結構雨上がりで滑りやすい路面にはなっているんですけれども、全然トラクションロスをすることなく軽快に走り出してくれますので、やっぱりこのメルセデスのフォーマチックの技術の高さというのは非常に感じられるところだなと思います。はい、それでは本日はメルセデスベンツの C450AMG をご紹介いたしました。皆様いかがだったでしょうか。まあ、実はこのお車には後ろのバッジは実は C43 でついてはいるんですけれども、まあ実は C450 ということで AMG モデルにはまだなっていない状態でのお車ではあるんですが、まあ AMG モデルと比べてもかなりスポーティーなセッティングになってますので、非常に走りも楽しみたい、安全性も担保したいという方にはこちらのお車非常にいいんじゃないかなと思います。はい、それでは本日もご覧いただき誠にありがとうございました。こちらのビジョナチャンネルのチャンネル登録グッドボタンをよろしくお願いいたします。それではまた次のお車でお会いいたしましょう。カルボリンク所沢の渡辺でした。自動車求人センター、自動車業界特化型求人サイト、あなたは現状に満足していますか。現状より年収や待遇面を良くしたい、自分のアピールポイントがわからない、どんな企業が自分に合っているのかわからない、在職中でなかなか時間が取れない、未経験だがチャレンジしてみたい、今までの経験を生かしキャリアアップしたい、ぜひ自動車求人センターをお試しください。理想の職務探しお手伝いします。自動車求人センター、自動車求人センターで検索。